はい、ワンツ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 チュクチュク。はい、いつものサロハシユキですね。はい、これから始まる。あ、ちょっとね、この時で、デブレの補正のスイッチを入れてなかったので、今回の、映像はちょっとデブレがあります。見づらいのでご了承ください。はい、今日はバンホレ甲府対サンフレッチェいらっしゃいませんの、天皇杯があるので、はい、かけはさんじるというか、ね、必ずそういう時には参加しないと、はいね、はい、すぐ、もう早いですね。今回いきなりね、なぜかね、地方戦はね、朝に、朝早くだとボックス席があるというリッチなね、ボックス席大好きな。でも私最近、お酒をやめてるので、ボックス席ではお酒を飲むまで、はい、もう八王子早いですね。はい、ワープしました。八王子で乗り換えて、あ、もう早いですね。はい、もう日産スタジアム小机ですね。早いですね。今回はかなり早いです。そしてデブレがやっぱり、はい、もう日産スタジアム、はい、バンホレサポーターがもう全員来ております。サンフレッチェ広島もなぜかね、今回はね、あのカメラをね、あの切り忘れたというか、本当にね、見づらくてすいません。まあ、最近あんまりね、こういう、歩きながら撮るというのをしてなかったので、デブレ補正をしていませんでした。後ろ髪が長くなってますね。最近カットもしてない。はい、リプスティックチャンネル正義です。はい、今日は今から天皇杯日産スタジアムの周りをくるくるね回っております。そうそう、はい、皆さんサポーター結構ね、もうね、朝の9時には並んでおりました。はい、まあちょうどいい具合に、デブレでね、ちゃんとあんまり人が映らないようになってます。はい、なぜかね、はい、もうスタジアム中にあります。早いですね、今回展開が。はい、スタジアムについて、今日はすごくね、本当に暑くて太陽がさんさんと輝いております。はい、ゴール裏の2階席、シューマイ弁当を食べております。なんかあっという間にシューマイ弁当、なんとも、ですね、天皇杯仕様のただ天皇杯というの印刷されてるだけですが、はい、シューマイ弁当ね、実はね、これね、1時間もぐらい並んでやっと買いました。横浜、崎陽軒のシューマイ弁当は有名なんですが、私、親戚が横浜に、何人かいるので、シューマイ弁当というよりシューマイは結構食べています。あ、でもね、結構ね、値段が900円というちょっと高い値段でしたけど、結構ね、お腹いっぱいになって、こんなにお腹が膨れてしまいました。もっとおかずあったよとツッコミを入れる人もいるかもしれませんが、いつものね、これお醤油というものがね、こう一体のね入ってるので便利ですね。そこでからじをね、はい、からじを横かけて、そうからじをね横かけております。はい、最近はね、一応ね、この、ゴール裏の声出し応援席は、禁酒になってます。お酒は飲んではダメなのですが、私も実は禁酒をしていまして、お酒は、使
少しねやめている感じだ。ご飯もモリモリで、ご飯結構ね、なんかもちもん米が入ってるのか、結構ね美味しいお米でしたね、うん、そうそう、大体ねまあいつものことなんですが、まあ食べる場面がまあASMR なので、食べる動画というか撮影が多いのですが、はい、こんなか、もう試合が始まりましたね。あ、始まってないか。応援ですね。応援が始まりました。まだ試合は始まってません。はい。日産スタジアムです。はい、選手が入ってきて、はい、バン君が、あ、選手は、はい、キーパー2名、先にいつも入ってくるので、ああでも本当にね、ちょっとブレブレですいませんけど、これもねちょっとね、まあ音を入れるかどうかはちょっと、結構ね うるさいんだよね。だから ASMR 映像にはちょっとなりにくいというか、うん、はい、ああ選手が入ってきましたね、頑張って。天皇杯に、実は私天皇杯のね決勝に来れるのは本当に夢でね、よくね、ここは日産スタジアムなんですけど、よくねお正月のね1日に天皇杯で酔っ払ってサッカー見ずになんかぼーっとしてるというはい、あ太陽くんが隣にいます。今回ははい、太陽 ASMR 君が今隣にいましたね。あ、この大きなね、なんか気合が入るような、このね席を、赤くするというのやつをやっております。なんていうんだっけ、マティじゃなくてなんかそんな英語で名前があったと思います。はい、太陽くん張り切っております。張り切っておりますね。はい、そうそう、はい、ここは声出し応援自由席2階です。2階といってもね、この競技場はね、4階ぐらいなんかねすごく上の方は高くなって、試合はね見やすいんだよね。ちょっとね日産スタジアム、サッカー専用じゃないのでちょっと試合がちょっと見づらいのですが、ここから、いい感じで、試合が始まりそうですね。はい、試合の模様はね、まあ結構いろんな動画にも上がっているので、そちらの方を見てください。はい。もうまあね、本当なんでね、天皇杯もっといっぱい結構あるんですけど、神戸ってそんなにサポーターが多くないのでね、まあ。3万8000人ぐらい、
説明すると、レッドカード、ハンドでレッドカードじゃなくて、ハンドをもらって、PK 戦で、カワちゃんが、キーパーのカワちゃんが、PK を止めたという。そして、延長まで行って、ね、また最後に PK 戦で、オミが、ゴールを決めてると、PK を決めるという、なんとも、まあすごい物語があった。もう夕方になってますけど、本当に長い一日でした。そんな感じで、はい、シャーレが終わってんのか、ここ画面映ってませんね。そう。まあ本当にね、雨も降らずに、本当に天気予報は雨が降るとか言ってたんだけど、はい、だって違う、そう今ね、いろんな表彰式をやっております。天皇杯ってね、こんなにいろんなカップがあると思ってませんでしたけど、まあ案外ね、結構ね、天皇杯のカップってね、ちっちゃいのでね、もっと大きいかと思ってましたけど、案外ちっちゃかったです。まあね、本当まあシャーレじゃなくてカップね、カップはね小さいですけど、このね、ちょっと本当カップの重みはかなり重いです。本当に、まあ本当にね、天皇杯なんで勝ち上がって、ね、日本一になるなんてことはね、クラブだけじゃないで、確かに、ね、学生もやってたよね。社会人も全部やってるので、なかなかね、それの頂点になれたということはなかなか素晴らしいことだと思っています。はい、これが天皇杯のカップだとか、あ、違ったかな。本人も私もよく分かってない感じでね。あ、今の多分 NHK 杯だったかな。違うな。はい、そんな感じで、まあね、これが天皇杯ですね。あ、ちっちゃいですね、案外ね、思ったよりね。あ、この中にね、お酒を入れて飲んでも、割と私ね、この後祝杯をね、ずっとお酒を飲んでなかった、まあずっとでもないんだけど、1ヶ月ぐらい飲んでなくて、お酒を、祝杯をあげてしまいました。まあね、あ、そう、はい、ここは、バンオレコフ優勝の瞬間です。これをね、本当に夢見てやってきたのは、こんなにね、本当に夢が早く、叶うなんてことはね、本当はね、まあワールドカップがあるので全体的にちょっと揺れてて、本当にすいませんね。多分私、階段を降りていったのかな、多分そうかもしれない。階段
しながら、アウェーの試合を見に行きたいなーなんて考えて、ちょっとね私の夢今からね選手が、ゴールランに来て、ね、みんなで写真を撮るという、募集してますんで、また見に来てください。ありがとう。バイバーイ。